はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。5時40分を回りました。はい、行きましょう。シンシアリーさんのブログね、毎日最近見てますこのね、結構笑えるんですけどね、笑えるけどなんかうんざりするなというのもありますね。例えばこういうのですね、シンシアリーさんに対してではないですよ、愉快な大人さんに対して、ああまたあいつらこんなこと言うとんねんなみたいな。5月6日あ今日ですか、はい、韓国紙紙ですね、向こうの新聞、関係改善が必要な理由は日本の助けが必要だからではない、改善しないと日本が妨害してくるからだっていう何のこっちゃろうと思ってで、読んでいくとね、何やったかな、いわゆる損あの日本との改善を関係しないと、関係を改善しないとね、ユン・ソクヨルさんが一生懸命アメリカとのですね関係を改善しようとするのをですね、日本が邪魔するっていうせえへんって、そんなもんどう考えたらそうなるのかってようわからんんですよね。ユン政権は韓米同盟、あこれその引用部分ですね、韓米同盟の格上げなど、格上げを外交政策の最優先順位に置いている、うにゃうにゃ、うん、うにゃうにゃ、うん、原則ある南北関係、韓米同盟強化による対中国外交リスクの最小化、クアッド参加拡大などユン政権が掲げている外交目標は全て日本と関連がある。南北関係とか韓米同盟とかって関係ないやん、日本と勝手にやったらええやん、対中国外交リスクの最小化も日本関係ないやんな、勝手にやったらええやん、クアッドは多少関係あるけどね、別に入らんでええやん、全て日本と関係ある関連があるないってないって、そんな全然関係ないって、勝手にやったらいいやん、日本の援助が必要だからではない、日本の妨害を遮断するために関係改善が必要なのだと、ほんまかいな、ほんまに。韓国外交で日本が占める割合は意外と大きい、米中競争が拡大している今はなおさらだ、うにゃ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 って書いてありますね。最後に、日本と対立していた身動きが制約される韓国外交の構造的な脆弱点を見落としているのだ、てん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 、なんかこう一人相撲を取ってありますね、関係ないんですけどね、勝手にやったらええやんと、これもう申し出てあります。韓国紙紙ですね、強硬派のせいで日本首相は韓国代表団と会った後会いたくなかったのにという、ってこんな記事が出てる、岸田そんなこと言うたんですかね、日本のメディアにそんなこと書いたの見たことないですけどね。これもその東亜日報という割合メジャーなメジャー新聞ですね、の記事ですね、引用部分、要はね、日本のね、総理官邸ホームページってあるんですって、それにこの前政策協議団があったという記載がないって言って怒ってるんですよ。痕跡が見つからない。メディア報道で国民がすでに知っている岸田首相の韓国代表団面談を日本政府はなぜ明らかにしないのだろうかって、別に明らかにしてるやん。新聞で報道されてるでしょ、総理官邸のホームページにそんな載せる載せへんはそんなええやん、そんな重要でないものいちいち載せへんやんということでしょ。現首相から日本を率いる主な関係者たちが韓国代表団と面談しておいて会いたくなかったのに会ったと裏から無茶を言っているのだと、はっていう感じで、これ日本語もようわからんけど、こんなこと誰か言うたんですかね、どっから引用してるんやろというか、ちゃんと裏取ってんのという、あのね、思惑とか希望的観測でね、明らかそれで記事書いてるやんというのもいっぱいあるんですよ。で、日本の報道もね、朝日新聞からこの部分、読売新聞からこの部分って、都合のいいとこばっかり取ってきてね、報道してる場合もあるわけですね。ジャーナリズムというのは正確に伝えるというのが基本なんですけど、その基本がどうもね、日本とお隣さんでは違うようなんですよ。正確に伝えるのではなくて、都合よく伝えるというのが向こうのジャーナリズムらしいんですね。もうそうである限りね、彼らの国民はですね、正しい、
客観的な事実をですね、ずっと知らされないまま言ってくるわけであって、そうなると日本は基本的に現実というものをですね、まあまあ伝えてますよね。解釈の仕方が朝日と産経では違うわけであって、その代表団が記者室にあったという事実は伝えますよね。でその後でその会いたくなかったとか会いたかったとかいうのはですね、裏を取らないと伝えないはずなんですよ。でももうなんかこれ裏を取ってる空気ないですね、なんかね。日本は佐渡金山の世界遺産登録東西衰退の時、党内少数派である岸田の旗色を党内強硬派がひっくり返したという評価が出ている。なんなんそれ、評価が出ている。逆に考えると岸田首相は韓日関係改善の意思を持っているということでもあるのだと。勝手に解釈せんといてんのそれ。なんかね、今ね、だから岸ちゃんはええんやと、そ の, にあの岸ちゃん以外 の, あの右派右翼がこう岸ちゃんを焚きつけてるんやみたいな、そういう論調になってますね。安倍さんの時にはみんな安倍が悪いって言ってたんですけど、まあね、もうアホらしいからこの辺でやめますけど、毎日毎日向こうのメディアチェックしますでしょう。あの本当にこの意識の差というのはですね、この意識の差、この乖離というのはですね、もう埋めがたいものがありますね。で保守系メディアでもですね、あの左派系メディアでもですね、そのあたりでこと日本に関してはですね、で自分たちに不都合な部分は全部報道しないんですね。全部報道しない、全部ではないからほんの一部しか報道しないわけですね。で、愉快な隣さんの日本嫌いの人たちが喜びそうな記事の書き方ばっかりしてるわけですね。いやそのそれをねやり続けている限り、日本とのギャップというものはね埋めがたいわけですよ。100年経ったって変わりませんよ、はっきり言うて。で、まあ、私もねこうやって毎日毎日こう向こうのメディアの、まあ、僕日本語でしか言えませんけど、やっと分かったんですけど、政府ちゃうんですよ。まあ、確かに政府の政治家もね、ムン・ジェインみたいなアホなやつが出てきたらですね、キャン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 反日ってやるんですけど、メディアですね、基本的にメディアがですね、それを煽り立ててる。メディアの使命は報道ではなく煽り立てることじゃことであるぐらいに向こうは思ってるんちゃいますかね。とりあえずその国民感情を刺激するような内容をなるべく書こうとしている感じがしますね。でそういったメディアに対するお隣さんの人たちの評価も実はそんなに高くない、ね、だから彼らは薄々感じてるんでしょうけども、かといって一個一個の記事に対してそのこれちゃうやろとかちゃうやろとか疑いを持たないわけですからね。で基本的にですね、こう日本を褒めるというのはタブーですから、今新しい政府の閣僚とか決めてますけど、過去に日本を褒めたことをした人はやり玉に上がってますからね。だからもうそういうね、感覚、それをメディアがですねおかしいとも言わないわけですよ。ほんの多少褒めたところでそれがなんで閣僚の資格はないんですかという、そういう姿勢が一切ないんですよ。それどころか本当に褒めたんか褒めてへんのかっていう、こいつはもしかして信じか信じちゃうかという、そういう切り口でしかですね報道していないように思います。もうそうである限りはね、もう本当に100年だとか200年だとかいつまでだとも変わらんやん、この関係と。だから日本としては本当に軽視で遠ざける、なるべく関係を持たないようにする。まあね、旅行したいというのは受け入れられたらいいし、物が欲しいというのは売ってやればいいけどいいですけど、それ以上の関係性を深めないというのがですね、我々にとってのですね一番こう最良の選択ではないかなといういつもいつもそう思いますね。もうはっきり言って突き当てられへんというか、まあ、見て笑ってる分にはいいんですけど、まあでも時々不愉快なこともありますから、やっぱり軽視で遠ざけてるっていうのが両国の関係、日本側からするとですね、それが一番ではないんかなと。別にその一人一人を嫌う必要ないんですよ、別に。まあその辺いっぱいいませんや、そんな。別に結構いい人多いやっていう感じで。
そこまでする必要ないんですけど、あのもうヘイトも全くそんなやったらあかんことですけども、あの 国同士の付き合い、あるいは企業同士の付き合いとしてはですね、あ何が起こるかわからんので我々のだから価値観とか常識がずれてる部分が多いんでだから何が起こるかわからんので、なるべくこう離れていると、くっついてね得になることがねものすごくあるんだったら別ですけど、そうでもなさそうですからね今は。ですんでもうなるべく遠くにいるのがええんちゃうかなと思いながら、いつもこのメディアやですねシンシアリーさんのブログを読んでいるというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。